崎チャンネル。こんにちは。さあ月曜日総チェックのお時間です。はい、先週ね、嬉しい人、悲しい人、調子のいいチーム、調子の悪いチーム、上昇、過去ね、いろんなことがありましたけども、さあ今週も皆さんしっかり月曜日試合がないんでね、チェックしていきましょう。最近天気が悪くて寒くなってきてますから、皆さん風邪ひかないように、いつでも半袖じゃダメですよ。さあということでお送りしましょう。さあ今週の総チェック、まずはパ・リーグ。ソフトバンク対オリックス、3日2対1でオリックス、4日11対4でソフトバンク、5日12対4でソフトバンク。ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越し。オリックス首位陥落、ゲーム差なしだけどちょっとやばいね。まあ宮城を次のロッテ戦に、カードを移してっていうところで、山本はねしっかり勝ち切ったけども、他の先発投手がやばいよやばいよっていう状況になってます。しかも吉田正尚足を痛めて9月5日に抹消とね、ここも非常に痛いね。その中で9月3日に対してオリックス山本8回129球3安打5三振4四球1失点と、珍しくね4四死球も出したけども、まあ要所締める、ここはさすがっていうね、まあ申告敬遠がね一つありましたけど、ソフトバンクマルティネスも7回112球2安打9三振2回、2四球1失点こちらも完璧。まあね、素晴らしい投げ合いでしたけども、オリックスはね2回表7月10日以来のスタメン、ボヤがレフトへホームラン、ガッツ、ね、こうやってまた新しい選手が出てきたら素晴らしいね。もやが吉田正尚の穴を埋め切るかっていうねところですけども、でソフトバンクは8回裏柳田申告敬遠で2アウト1塁から栗原がセンター前同点タイムリーね、こうしぶといで8回回の9回バンドといったところでリリーフしましたけど、オリックスね9回よく逆転したっていう、あの場面からね、で平野が先投球回数グッチおめでとうね。まあでも9月2日のソフトバンクは抑え海野だったんでね、じゃあ海野でいいんじゃないのって俺は思うんだけど、もうまあね、岩崎モイネの森もう3本いないっていう非常に難しい問題だけど、でも坂東の8回から前の投球と9回の投球って全然違うから、ちょっとメンタル的なものもかなりあると思うんでね、誰が言っても失敗を成功あるかも分かんないけども、坂東が俺は前の方がいいような気がするね。まあそういったところがね今後どうなっていくのかね。で9月4日11対4でソフトバンクというところで、オリックススパークマン4回4安打3三振3四球6失点ちょっと先発厳しいかな、短いイニングの方が良さそう、イメージ的になんかもうスタミナなさそう、バタつくで跳躍ど真ん中ばっかり投げて打たれますね。まあソフトバンク打線久しぶりにつながって5回一挙8点とね、中村が4ヶ月目ホームランと、リチャードがプロ初ヒットというところでね、またこういう風にリチャードとか下から上がってきた選手が活躍するとね、非常にまた層の厚みを増すね。だからまあ正直ね、11対4もうソフトバンクよく打ったというところでね、解説しようがないね。で9月5日こちらも12対4でソフトバンクね、もうオリックスやばいやばいよっていうね、もう麻酔大崩壊、先発が山本本当宮城以外いないのっていうぐらい、ちょっとここ止めないと次のロッテ戦でグワー行くよ、またソフトバンクグワー上がってきて、楽天もグワー上がってきて、一気にこうって気づいたら B クラス行くよ、本当にここ踏ん張りどころ。だから火曜日の宮城が負けたら本当にやばいね。でソフトバンクリチャード4回満塁ホームラン、7回レフトへホームラン2発ガーッ打線爆発、もう全員乱れ打ちみたいなね。でオリックス乱れ打たれるっていうね、ここら辺しっかりやっていかないと非常に厳しい戦い待ってますよ。正直大量得点なんで誰打ったって言い続けても全員打ったんで経過報告になるんで、ここら辺でやめておきますけども、ソフトバンクがねぐわっとここから上がってくるのか、逆にオリックスがね持ちこたえるのか、次戦ね注目ですね。まあ結果ねソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しでした。さあ続いて楽天対西武、9月3日4対8で西武、4日8対5で楽天で、5日8対2で楽天、楽天の2勝1敗の勝ち越し。まあここもね A クラス踏ん張るっていうところでしたけども、西武ちょっとやばいね、ここでバタつくともう B クラスちょっと上位と離れちゃいますよっていうね勝負どころね。9月3日4対8で西武松本ね6回98球3安打6三振3四球2失点と、まあ四球がねフォアボールが絡んだ1回4回に失点で、フォアボールの少なさが好投の要因になってるんで、やっぱここねフォアボールをしっかり出さないでストライクゾーンで勝負できるかどうか、あの強いねストレートをしっかり投げながら変化球で勝負っていったところで、まあ、フォアボールさえ絡まなかったらね非常にいいピッチングするなっていうね評価、今年1年ずっとのね評価かなと。
あと楽天田中、8回125球、7安打5三振、無四球4失点と、まあ、打たせて取るスタイルね、それがまあ甘く高く入ったところを、まあ、通過されて西武に、ね、4回3失点っていうね、ところがありましたけども、まああのね、相変わらずちょっとね、援護が早めにしてくれないっていうところもありますけども、西武8回表ね、川越が低めのね、スライダー、ライトへホームラン、グッズ。あの低め、いいね、難しいところ、素晴らしい、勝ち上げてね。で、楽天は8回裏ね、ピッチャー森脇、山崎フォアボール、で、茂木フォアボール、またね、この西武のね、松本の悪い癖でフォアボールを、で、オコエバント。で、岡島がね、センター前、同点、2点タイムリーで追いついて、おーって思ったら、西武9回、ね、4点、ね、一気に取るっていうところで、まぁ、ちょっとね、この負けてる時は、楽天のリリーフが、バタつくっていうね、非常に、バタつく問題っていうね、ところがありますけども、9回ね、孫、ね、孫チャーホー抑えてきて、中村がね、センター前ヒット、で、外崎、送りバント、ここアウト、バッと、これで流れが切れたかと思ったら、なんと栗山が、ね、この日、2000本安打リーチ、1999本目のヒットをライトに打つ、ここ、栗山グッズ。ここで流れを切らないで、打ってつなげたことによって、このね、一気にビッグゲームを掴んで、ちょっと外崎のね、バント、バッと、ここでね、流れ切れたかと思ったところで打ち返す。これがね、さすがベテラン。で、山川ワンアウト一塁で、フォアボール。このフォアボールも痛かった。で、満塁になって、ウデンティ、ね、ランナーフルベースから、ね、タイムリーヒット。ここで勝ち越し。で、川越がワンアウト満塁からフォアボール、押し出し。で、源田アウトになって、岸がセンター前のタイムリーヒットで、一気に4点、グーってね。このやっぱりね、栗山のヒットがね、すごいキーポイントになったかなと思いますね。で、4日、8対5で、楽天っていうところでね、西武今井、3回3分の1、7安打2三振4四球、1デッドボール、7失点っていうところで、まあ、前回ね、多分ホーム変えたところで、まあ、今回戻したのかな、若干まだ戻ってきたけど、まあ、肩の開きが早く、下と上の連動ができてない。というところで、ちょっとね、開きが早くなって、制球がね、ちょっとばらつくっていうね。逆に楽天騎士、6回5安打5三振、2四球3失点。まあ、6回ね、ばたつくも腕がしっかり振れて、カーブが非常に良かったね。で、まあ、最後ちょっと待てたかなっていうところでしたけどね。まあ、5回で8対1っていうところで、非常にね、この先行したところがね、結局勝ちにつながったかなと。で、西武はね、6回、1点取って、ノーアウト満塁で、ここ追加点取りたいところで、1点止まりってなったのが、正直言いたい。ね、この、まあ、センター、源田がね、センター前ヒット。で、岸、レフト前ヒット。で、森、フォアボールで、ノーアウト満塁になって、中村がね、センター前タイムリーヒット。で、ここから1点取って、まだノーアウト満塁から、殿崎ピッチャーライナーでアウト。で、栗山がね、犠牲フライ。で、山川アウトで。で、この1点取った後のノーアウト満塁から1点しか取るんだ。計2点。ここでね、3点、4点いけてたら、一気にいけたかなっていうところでね、ここ追加点取れなかったのが、正直、痛かったかなと、いうところになりますね。で、9回もね、追いつきかけたけどね、この2点、ね。山川がツーランホームラン打って、ウネンティンライト前ヒット。で、ピッチャーね、牧田から酒井に代わって、川越打ち取るも、源田ライト前ヒットで、岸フォアボールで、ツーアウト満塁でね、次、ここでっていうところでね、まあ最後ね、酒井がよく踏ん張ったかなっていうところもありますけどね。まあでもね、前半の3、4、5回に楽天がね、5点、2点、1点と8点取ってね、5回終わって8対1。これがね、やっぱりちょっと序盤のリードが大きかったかなと思います。で、9月5日、8対2楽天勝利っていうね、楽天はね、石橋、ね、先発。前回同様ね、両コースストレート非常に低くピッチ。低めにもね、丁寧に投げていたけども、4回ね、ちょっとピンチ作るも、よくね、まあ2失点で抑えたっていうところはあるけども、このね、3四球がね、痛い。非常に。ね、岸アウトにとって森フォアボール。で、中村の時ね、暴投。で、その後タイムリーヒット。で、外崎フォアボール。で、栗山がね、ライトヒット打って出塁満塁でね、一塁満塁になって山川に押し出しフォアボールで、ウネンティンアウトに取って川越アウトに取って、ここなんとかね踏ん張ったのは良かったけども、この3四球が痛くて交代、勝ち星目前でね。で、その後ね、5回から西口ね、ストレート変化球ともに緩急つけてね、低めに丁寧に非常に良かったかなと。ナックルカーブチェンジアップね、よく低めに集めれたかなと思います。でね、攻撃では3回裏ね、2アウトから辰巳フォアボール、これ大きかったね。で、小深田センター前。で、島内がレフトへタイムリーツーベース打って、茂木がセンタータイムリー。で、ここで3点しっかり取って、で、5回裏、ね、一気に5得点。盗塁、ね。で、セーフティースクイズっていうところをね、まあ、岡島レフト前。で、オコエアウトになって、で、住谷ヒット。で、山崎センタータイムリーヒット。でね、ここ、山崎がね、盗塁走って、で、小深田のセーフティースクイズと。作戦がね、ちょっとハマってきたから、ちょっと楽天ね、やっぱ強い時作戦ハマってて、で、ちょっと負けてる時でね、バンド失敗したり、ちょっとね、うまくいかないとこあったんで、ちょっと作戦がハマってきたんでね、ちょっとここから上り調子になってくるかなと。あと西武ね、まあ、勝てたとしたら、まあ、1回、4回、
このね、初回源田のセンター前、岸ライト前のヒットで、ノーアウト一三塁、ここからね森がセカンドライナー、そして中村拓也4、6、3ダブルプレー、ここで点取ってたらね、あとは4回で、この2点取ったけども、で中村のねタイムリーでヒットで、外崎フォアボールで、栗山ねライト前で、で山川フォアボールで、このワンアウト満塁からもう1点取ってれば流れ変わったかもわからないね。この1回4点で、このそれ以上点取れなかったっていうところが結局負けにつながったかなと。あとね、栗山選手2000本おめでとうね、非常に素晴らしい、ある限りの栗山匠にグッド、編集でいっぱい来てますから今ね。さあということで、続いてロッテ日本ハム、9月3日7対5ロッテ、9月4日3対3引き分け、9月5日2対1ロッテ、ロッテ2勝1分けで勝ち越し、そしてしかも51年ぶりに単独首位、9月、素晴らしい、やばいね、来たね、なんかもうロッテに風が今来てるよね。このオリックス次の戦いでね、ちょっと吉田が、一番大事な吉田がいなくなったりとかで、まあ日曜日ね、いつか勝ったけども、本当は伊藤博美だったのに伊藤博美来なかったっていうね、よくわかんないけども、なんか風今すごいロッテにビッグウェーブが吹いてるね。まあこれ調子乗ってるね俺が。さあということでね、もう早く勝率1になってごちゃごちゃ言う、いろんなファン黙らせろ、結局クライマックスやろとかって言われちゃうんだよ、頼むよ、まだ何もやってないけど。さあ今からやります、9月3日7対5でロッテっていうところでね、まあミス合戦、もう本当にこれはね解説したけども、ミス合戦です。前半のミスは取り返せるけども、後半のミスは取り返しがつかないっていう、もう典型的な試合ですね。日本ハム池田、立ち上がりは非常にグッ、制球も良かった、力強かった。でもマーティンにホームラン打たれた後、腕が全く振れなくなり、最後はもう連続フォアボール、2四球押し出しっていうところで、ちょメンタル弱いのかな、もう一気に来た、あんなにいいピッチ来てるのに一気に崩れるかっていうぐらいの崩れ方、ホームラン一発で。確かにね、マーティンのあのインハイ、あれはもう一回打てって言ったら打てないかもしれないぐらい、マーティンの素晴らしいホームランだったけども、すごいメンタル弱いのかなっていうような試合展開に見えました。あとロッテね、小島ね、対角線の制球がねもう罰、もう全然ダメだった。でチェンジアップもダメで厳しいっていうところでね、まあなんとか踏ん張ったのか踏ん張れなかったか分かんないけども、もう苦しい投球になったね。でまあロッテはね、下位打線がね非常に金曜日はね良かったかなと。初回ね3点取られるもね、そこをしっかりねひっくり返した安田の存在っていうのはね非常に大きかった。で日本ハムはね、中島がタイムリーを、打ってね、この5回表にね今年初打点かな、ここで、あ、日本ハムペースかなっていうところでね、7回8回にノーアウトにランナー出たのにバントできずね、進めれないっていうね、もうミスも目立つし、もうね初回ねロッテまずねマーティンのフライを落とす、雨でこう久しぶりに見たね、雨でこう帽子をやりながら取りに行くっていうのを久しぶりに見て落として、で中村もフライを落とすっていう、本拠地だからねバッと、ね、そこしっかりやんないとっていうところでね、ミスがあって、うわ3点って言って、うなんか変な感じしたけども、2回裏にねしっかり2点をねもぎ取ったっていうところもね、安田のタイムリーと藤岡の犠牲ぐらいでね非常に大きかった。で最後はもうね8回、まずワンアウト一塁で、和田がまあ盗塁してね、で佐藤のショートゴロ、長嶋拓也の雨でスリップでエラー、体で最低でも止めてファースト投げなきゃね。でその後藤岡のライト前ヒット、ファーストゴロ、まず高浜、ね、中嶋のプレーみたいやから雑にいかないで、まず正面入って最低でも一つやろうっていうね、まあロッテにとったらね最高の、まあ結果はヒットだけどね、俺はもうエラーみたいなもんだけど、あの感じで、ね、一気に逆転というところでね、まあ流れが吹いてるかなとね。で9月4日3対3の引き分けというところで、日本もね引き分けだけども、なんか野球がね全く上手くない、もう本当はバントできないとか、もう前日の試合もそうだけど、強い時はねもっと野球上手かったね、ちょっと頭使って、なんか今はねポテンシャルだけでやってる感じ、まあ若手も多いっていうところもあるけども、でチャンスは圧倒的に日本ハムが多かったね。4回表ワンアウト2、3塁清水ね見逃し三振、あそこ見逃し、最初もうどんどん振っていって引っ張りで、で最後見逃すっていうね、もうどっちやねんっていうね。でまあ前の打席ねヒット打ったけども、正直ね全体的に見れば作戦してもよかったかなと、まあ、早いカウント引っ張りでね、で追い込まれたらね見逃し三振っていうね、どっちつかずになって結局無得点で、5回ね近藤のタイムリーの後ノーアウト一塁で
高浜がね前日に続きバンド失敗1号でね、でその後木村が463ダブルプレーというところで、まあ、後期を潰していくっていうね、圧倒的にロッテより日本ハムの方がねチャンス多かったかなと。でロッテはね鈴木4回9安打9三振2四球3失点と、まあ、よく3失点で踏ん張ったなと。本当にねこのピンチのところをね、まあ、清水見逃し三振取ったりとか、まあ、その後ねしっかり後続を抑えたっていうところで、まあ、なんとか踏ん張ったけど大量失点してもおかしくなかったね。まあ、あと、まあ、ロッテはね初回3得点でこれ流れつかんだかなと思ったけども、まあ、日本ハムはね2回表木村がね移籍初のセンターホームラン、ね、これでね日本ハムにも流れが来る一打になって非常に大きかったかなと。でロッテはね3回表、2アウト3塁かワールドピッチでね、得点、入れられちゃうんだけどもキャッチャーかとねブロッキングまだ届いてないワンパンにでね遅い指導がだからね届かないから変なとこ当たってね後ろ行くっていうところでもうちょっと反応を早くしなきゃいけないよね。でまあ結果ね3対3の引き分けっていうところ で9月5日2対1でロッテね日本ハムもうね雑だねっていうね、ロッテ2回裏ワンアウト1塁からね藤岡の、まあ、結果サード内野安打だけども高浜グラブもう入ってるやん入ってんのにポロリで取れないっていうね。で加藤がレフト前で荻野ねサード内野安打これはね野村よく止めたねあれ抜けててもいいところをねよく止めたね。で藤原センターへの犠牲フライ2点結局ねこの2点でロッテは勝ってるからねこれ普通に藤岡のやつ取ってたら多分ね1点も入ってないね。でロメロねストライク先行で7回7安打9三振1四球1失点これフォアボール1個っていうのが大きいねロメロにとってはね。最後ちょっとね制球ばらついてバタついたかなっていうところはあるけどもストライク先行してそこからの変化球っていうところで変化球はね低めにも集めれてたし、まあ、ストレートでねしっかりストライク先行で勝負できたっていうところが大きかった。結果2勝1分けで、首位っていうね、まあ、やっぱりね何回も言うけども今最下位の日本ハムに星を落としていくとこが落ちていくね、先週オリックが星を落とすっていうねこの日本ハムとの戦いがねロッテは多く残してるんでねこれはチャンスが大きいかなとかなり感じますね。さあということで続いてセリーグいきましょう。セリーグまずはヤクルト対広島ね、9月3日3対1でヤクルト9月4日4対2で広島9月5日6対1で広島広島2勝1敗の勝ち越しヤクルトは負け越しでこの首位前線争ってる中でもったいないっていうね。ヤクルトはね、9月3日3対1で勝ちヤクルト塩見ね躍動初回ね先頭打者ホームランセンターに打ってで3回表ねワンアウトから塩見のショートゴロ内野安打で盗塁で沖デッドボールで山田フォアボールで村上がライトへね2点タイムリーツーベースっていうところでいい感じでね点を取ってあとね先発スワレス久しぶりの先発ねちょっと数のことであってなかなか先発ねできてなかったっていうところで5回3分の1 123球6安打8三振2四球無失点最速160キロっていうところでねまあ 3-2 のカウントも多くてちょっとヒヤヒヤした場面もあったけどもストレートのね力がありしっかり踏ん張ったかなと。あとね坂本今野清水マグカフとねレフリーフグッド非常にねよく踏ん張った。広島はね1回2回3回6回得点圏にねランナー出すけども1本出ず鈴木誠也のねホームランのみというところでねタイムリーが出なかったところがね今日敗戦につながったかなと。で9月4日4対2で広島ね広島高橋6回96球5安打5三振1球無失点結果だけで見るとね非常にグッピッチングと思うけどもやっぱり試合内容のピッチング内容からすると、まあ、ストライクボールちょっとはっきりしすぎて制球不安定っていうところでね、まあ、その中でもカットボールのね生命線が非常によく踏ん張ったかなと。あと初回をね無失点で抑えたところがね坂倉こう取ってホームね若干それたけどよくね相澤がタッチしてオスナがねホームにスライディングしたけどもあれね足浮いてるからアウトなんだよね。スライディングして伸ばした左足があれね左足ついてたらセーフだったんだよタイミングに。ということは何が言いたいかっていうと、まあ、佐々木チャンネルもう皆さんの耳がタコにできるぐらいに言ってるホームはヘッドスライディングねしとけばセーフだったんじゃないのかなと、思います。あとね右バッターは制球悪かったけど左バッターに対しては坂口村上非常に制球良かったかなと。村上の、ね、外にカットいくのね非常に引っ掛けさせてねいい形で投げれたんで、まあ、全体的にねこの悪い中でも結果を出すっていうのがね非常にいいね。やっぱりね先発ピッチャーはね調子いい時ばっかりじゃないんでこの調子が悪くてもあんまりうまくいかない時でもしっかりそれをね抑えていくその中で良かったのがカットボールね非常に生命線だったかなと。ヤクルトサイスニード制球アバウトだけども、まあ、ストレート力あり変化球もね低めに決まって非常にバランスいいグッドピッチングね。制球アバウトだけどストライクはどんどん取れてるからね。しかし鈴木誠也ソロホームラン菊池ソロホームラン坂倉ツーランねこの3発に沈むというところですけどもこの3発ね別にリードが悪いとか
制球悪いって言ってるわけじゃなくて、まあ、全てストレートを打たれてるんで、まあね、サイスリーとか得意技がストレートだし、首振って結構ストレート投げてたんで、まあ、そこはねピッチャー本位のねピッチングさせたと思うんだけども、サイスリーもそこら辺考えなきゃいけないね。ちょっともったいないよね。ヤクルトはね荒木、川端、青木代打構成でね、最後ね詰め寄ったけども、初回のね無失点がねやっぱ大きかったよね。まあ、オスナね、ツーベースで、山田ね、3内安打、このワンアウト1、3塁で村上のファーストゴロをね、本塁アウトで、サンタナホ、ね、内安打で出て、満塁で坂口のね、ライトフライ、ね、いい当たりだったけどね、ここの無得点が結局ね、あと引いたかなと。でね、広島はね、リリーフ、ね、ここがちょっとバタついたね。まあ、7回、8回ね、5人で継投っていうところで、まあ、その中でもね、あのバード、ケムダン、グッと非常にね、最後、火消ししたかなと、まあ、7回裏ね、ピッチャーバード、ツーアウト満塁で、村上のね、ファーストゴロ、坂倉がね、ダイビングキャッチでね、よく取って、でね、バードもね、よくベースカバー行ってた、ね、あそこ競争でね、アウトになったけども、非常にね、この坂倉、バードのね、ベースカバー、非常にグッと、あれがね、なかったら、ひょっとしたらね、負けてたかもしれないし、ヤクルトのね、代打構成っていうのも、さすが、セリーグナンバーワンの代打成功率っていうところでね、この途中からの代打構成は非常に面白かったですね、試合展開的には。で9月5日6対1で広島っていうところでね、広島どこだ、2試合連続ねツーシームでね、インコースね、まあ、右バッターのインコースにストレートスライダー非常に良かったかなと。で7回4安打7三振 1デッドボール1失点とね、2試合連続グッと非常に素晴らしいこと。ヤクルト田口はねちょっと制球甘いね、3回5安打3三振4失点と。でその後原にね繋ぐんだけども、前回原樹里がねいいピッチングしてただけに、先発でも良かったんちゃうかなって個人的には思います。広島はね 1,2 番がノーヒットだったけども、まあ、4番ね、鈴木誠也5打数2安打1打点1ホーマーで、5番坂倉がね2打数2安打で、6番菊池が4打数4安打4打点1ホーマーで、7番林が4打数2安打1打点と、もうそこがね打線が一気に繋がってね、で一発も出て得点しきるとね、まあ、ヤクルトはね完敗、ちょっとホームランもねちょっと出なかったかなっていうところはありますけども、2勝1敗でね、広島の勝ち越しっていうところになりました。さあ続いて中日対 DeNA、 9月3日1対0で中日、9月4日3対1で DeNA で、9月5日2対0で中日っていうところで、9月3日1対0で中日、もう中日王の7回105球6安打5三振1失球無失点ね、内にストレート外にツーシームグッとこの出し入れ非常に良かったかなと。でも DeNA の京山もね6回92球4安打6三振2四球1失デッドボールの1失点もうストレートフォークボールもうグッと、もう京山も非常にいいピッチング続いてるけども、まあねやっぱ1対0じゃもう仕方ないね、非常にでも内容はね非常に素晴らしかったね。で中日初回京田のね、サード宮崎のエラーバーッとファンブル普通にアウトにできた。でツーアウトになってからビシエドデッドボール、ここもったいないね。ね、で福留レフト、ね、タイムリーヒットこの隅位置で勝つっていうね。で9月4日3対して DeNA、ね、中日柳素晴らしいピッチング、こちらね6回114球4安打8三振4四球1失点ちょっとフォアボールがね多めだったかなっていうところもあるけども、素晴らしいピッチング、ね、DeNA もロメロね外国人投手らしくね、ツーシームカットボールスライダーがね基本だけども、どんどんストライクを投げ込んでいくスタイルで打たせて取るね。6回89球7安打1三振2四球1失点とね。でもねこれねロメロがいいのか、中日打線がダメなのかちょっとよくわからない。もうどんどんストライク投げ込んでいってどんどんボン出していくから、そういった意味ではねどっちがいいのかわかんないからね、ちょっとロメロはね次回登板もねぜひ期待したい。でも非常にねストライク先行でこう動かすボールでね非常に良かったんじゃないのかなと思います。で DeNA はね7回表ねピッチャー立場に変わってツーアウトから代打楠本レフト前ヒットね。でピッチャー福に変わって佐野が、勝ち越しのツーランホームラン、初球の高めのストレートね思いっきりね振り込んでいって、この代打楠本グーッとこのツーアウトからねランナー出たことによって佐野のホームランにつながったからね、非常に代打構成素晴らしかったかなと。で中日はね6回裏ツーアウト一塁で代打福田のねサードゴロ、この外のナイスプレー、一塁線ね取ってから、あとロメロがねベースカバー行ってなかったからそこねダイビングでファーストに行って外の守備行く、あれ抜けてたらねDeNA 負けてたかなっていうところもありますよね。でもロメロベースカバー行ってない、バーッとバードは行ってたよちゃんと広島のね。で9月5日2対0でね中日の勝ちというところで、 DeNA 今永これね毎週同じこと言うけども非常にグッピッチングなのに勝てないっていうね。7回3安打4三振1球無失点102球ね、球数も非常に少ないし非常に素晴らしいピッチングでもなかなか勝てない。 DeNA はね3回ワンアウト満塁宮崎6-4-3ダブルプレー、そして7回もねワンアウト満塁から佐野が6-4-3ダブルプレー、もうここだね、ここで1点も取ってなかったことが結局負けちゃったね。で中日はね8回2アウト2塁から代打福留センターオーバータイムリーツーベース、これが決勝打になって、その後強打もねレフトツーベースで1点と
でここでね2対0でしっかりね、投げ切って抑えるというね。でこの日ね木下雄介投手ね追悼試合というところでね、まあ、こういったところでねやっぱり力がね通じたのかなと。でまあこういったね、ことができて試合もね きっちり勝てて非常にね中日ドラゴンズの選手たちそしてね木下雄介投手にはねグッとねあげたいと思います。非常にいい試合だったと思います。結果ね2勝1敗で中日の勝ち越しでした。さあ続いて伝統の一戦甲子園阪神巨人戦です。メインイベントになっております。今日のね9月3日7対3で阪神、9月4日4対3で阪神、9月5日6対6で引き分け、なんと阪神の2勝1分けで勝ち越し。これは大きい阪神タイガースね。しかも大逆転劇の全3試合最後はね逆転できなかったけども、一歩間違ったら3連敗だからね阪神。本当にやばかった展開を一気に巻き返すっていうね。その中で9月3日7対3で阪神ね、前半巨人ペース後半阪神ペースっていうところで巨人どこをね5回までパーフェクトね。その中でね、打撃の方も5回表ね亀井センター前で中田ショートフライで大城ライト前でここでね松原がセンターオーバーのね2点タイムリーね3ベースでワンアウト3塁になってから戸郷ね中途半端なセーフティースクイズね、三塁ランナー松原スタート遅いね、で打球ピッチャー正面で1、3アウトというところで三塁ランナー帰れないバーッ。これは何だったの。松原のスタートも多分あれじゃあちょっと横に転がっててもアウトでスタート忘れし、バンドは正面だし、こういう結局1点がねっていうところもあるよね。で6回表2アウトから岡本2ベース亀井3ベースでね1点もう勝ちパターン、ここに来たらもう勝ちパターン、このまま勝っていくんじゃないのかっていうところでね、阪神不調だった大山が大活躍ね。6回裏大山センター前で大体といい、センターオーバーの、タイムリーツーベースでこれ1点、ここからね序章始まります。で7回裏ね先頭マルテライトへツーベース、この時ライト松原行き過ぎて後逸でツーベースバーッと行き過ぎてるやん、行き過ぎてこっち取ってるやん、あれそのまま取ってたらファーストシングルヒットだったよ。で結局ツーベースになって でねワンアウト満塁になって大山がね同点2点タイムリーレフトへツーベースね。でねマルテのツーベースで出てでロハスのフォアボール、これ痛かったね。で糸原がセンタータイムリーヒット打ってワンアウト満塁になって大山がね、レフトへ2点タイムリーツーベース。でその後、サンズ敬遠でね満塁策取って原口ここキャッチャーフライツーアウトになってから中野ね高めのボール球見逃したらそれを思いっきり引っ叩いてライトへ3点、で一気に5点で8回裏も大山がセンター前打ってタイムリー、結局大山4打数3安打3打点ね、戸郷一気に崩れるっていうところになるけども、大山の復調、あのへんてこなバットの先に当たってライトへ打ったタイムリー、あそこから一気に変わる。だからねバッター分かんないね、やっぱヒット1本っていうのはね非常に大事になるね。一気に逆転で9月4日4対3阪神サヨナラ勝ちっていうところで、巨人高橋6回100球3安打4三振1四球1デッドボール2失点、試合負けだけども非常にねグッピッチングね、久しぶりにクロスのコントロールも良かったし外チェンジアップも良かったんでピッチング内容はね非常に良かったかなと。で阪神5回裏ワンアウト1塁で梅野がね2ボールからストレートを思いっきりね引っ叩いて、もうねあの思いっきりの良さはね非常にグッね、ここで2ランねレフトへ逆転、この思いっきりの良さは非常に良かったね。で巨人6回表ねワンアウト3塁から岡本がね2ボール1ストライクからあのツーシームねレフトへ逆転ツーラン、もう狙い撃ちだね。あれ難しかったよ、このあのインコース外振ってからね、あのガンケルの非常にこれもね、ナイスホームランと。で阪神9回裏ねピッチャービエラ大山がワンボールからストレートサヨナラホームランガッツね、一気に流れ変わった大山にね。でまあここはねもうバッテリーは仕方ないね、もうビエラだしね、もう速い球を打つしかないもんね。糸原にねアウトコースの高めレフト前に打たれて、その後ね大山にね逆転サヨナラツーランホームラン打たれてっていうところだけども、ちょっとでもね疲れてるかなビエラ、球速出てるけどポンポコ打たれてるから多分バッターそんなに、ね、速く感じてない可能性がある。だからちょっとね疲れてるかなっていうね、ちょっと中継ぎもね結構投げてるからねっていう印象はありますけども、大山グッズビッグフーからの内野からシャワーですということで、この大事な一戦で9回裏ビエラから逆転ツーランサヨナラを打った大山に新作グーを出します。流星群グー、いやー素晴らしいこのホームランはね。そしてねまあ阪神はね8回裏のね
大チャンスを逃してこう、ね、流れ悪くなったかなっていうねこのところはあったけども、この8回裏にねワンアウト1、3塁でねサンズが敬遠されてマルテがね 6-4-3 ダブルプレーになって、ああちょっと流れ悪いなっていうところをねこの大山が非常に救ったかなと。巨人はね7回8回のチャンスで1本出なかったところが結局ねこの敗戦につながったかなと。こうねワンアウト1、2塁から丸がね、三振、及川ねで坂本敬遠歩かされて、中地がね、ここも、三振と。で8回もね中田ヒット、そしてね亀井の時に盗塁してワンアウト2塁から亀井が三振、そしてウィーラーもねライトフライと。ここで1点取ってたらねまた大きく違ったけども、最後ね大山の流星群グーだからね、皆さんどうですかね。で9月5日ねもうミスミスミス阪神猛攻というところでね6対6の引き分けになりましたけども、巨人はね初回ワンアウト1塁から坂本のねレフト前ヒットでね2塁へ行ってアウトバッとね、いや積極的やからいいやないかっていう人いるかも分かんないけども、まずねこの一番の問題点はね打った後ちょっと打球見ながらゆっくり走ってる。でそれでファーストベース着く前に状況を見てそっから緩めたスピードから速く走ってセカンドでアウトになってるんだよね。逆にあれ打った瞬間から全力で走っててファーストベース回ってオーバーランしたところで状況を見てからセカンド行ってたらラクロクシェフだったと思うの。だから最初からもっと速く走っておかなきゃ。あとねもう一つねすごいね大事な要素があるんだけど、皆さんねこの試合をねもう一回見えてその状況をもう一回見れる人は見てほしい。ファーストベース踏んでない、これ見てまたいでる、踏んでないのよ。そもそもだからもうねセカンドでアウトになってもセーフになってもアウトなのよ。ファーストのマルテがファーストベースを踏んだかどうか見てたらね、でも俺踏んでない、俺は踏んでないと思う。皆さんまだその映像を持ってる人見える人確認してください。踏んでないと思うんだよね俺はね。でその後ね、まあ、中地ツーランホームラン打ってね、ね点を取ったっていうところでね、まあ、この坂本のねアウトも帳消しになってますけども、で岡本がねスリーランとかね一気に6点差になって、こっからよ事件が起こるのは。もう楽勝で巨人勝ったなっていうところで坂本が6回から交代で、これはね原さんも試合後のインタビューでね語ってましたけど、ここはね自分のミスだっていうね、まあ、疲れもあるし溜まってるからねこの点差もあったんで、交代したっていうところでね、まあこれもねその後ね若林弘岡がねエラーするからねまあこうなるわけで、でもあまた結構原さんも余裕あんだなって思って、まあ俺みたいな凡人が考えることはこの首位攻防戦で嫌な負け方で、しかも阪神に2連敗してきてて3連敗するわけにはいかない、ここはもう勝って兜の大締めようじゃないけども、しっかり勝ち切らなきゃいけない、勝ってるからね、だから勝ってじゃない、ね、勝っててさらに兜の大締めようみたいなね感じのことわざを勝手に作っちゃったけどもね、ここ3連敗だけは避けなければいい、まあ、余裕で勝ってるけど慎重にっていうところで、俺はもう昇進だからもう変えないんだけど、ここでね変えたことによってね、まず6回裏ねこの中野が、センターへのねスリーベース、でもねこれね丸グラブ入ってるからね、この若林ね疲労家のこと言われるけどあれ丸取ってたらここまでなってないからね、でボロって落としてスリーベースね、でサンズがね、ショートゴロファンブルね、で丸でフォアボールで糸原がねショートゴロアウトになって一三塁で、大山ねフォアボールで満塁で、原口がねグッズね代打ねライトへタイムリーヒットで、梅野がセカンドゴロ間に1点上げて、でロハスまたタイムリーっていうねっていうところで一気にね4点取るんだけども、この結局丸が取ってその後ねしっかり若林が取っとけばねこの点はなかったかなと、ミスから始まるっていうね。でその後ね7回もね、サンドがレフト前で、マルテのね、ショートゴロ、広岡がね悪送球、糸原のセカンドゴロアウトになって、ここから2アウト1塁から糸井グッツ同点タイムリーツーベース、このね代打構成の原口と糸井がね、だから阪神も途中から行く選手がすごいね、右の原口左の糸井みたいなね、で足は上田とかね、走力ある選手もいっぱいいるし、そういった意味では非常にね試合の後半戦、巻き返す力がね非常にあるチーム総力だなっていうことも感じましたし、ね、で阪神ね6回7回で6点取ったのね、これ非常に大きい、まあ、最後ね9回もね一気に逆転するかっていうところでしたけどね、まあ、そこは巨人がね踏ん張るっていうところでしたけど、このね本当一歩間違ったら巨人の3連勝あったっていうところもあった中を阪神の底力で2勝1分けに持っていったっていうね
ここひょっとしたらね、まあ、まだ巨人阪神戦結構残ってて東京ドームの試合が結構残ってるんだけども、ひょっとしたらこのね3連戦が優勝へのキーポイントなったかもってね、シーズン終了したらね言われるかもしれないぐらいのすごい面白い試合でしたね。巨人ファンの皆さんはね全くつまんなかった試合でしただったでしょうけどもね。ということで総チェック終わりです。さあということでベストナイン発表します。パリーグピッチャーオリックス山本、沢村賞確定か。キャッチャー西武森、首位打者へ上昇中、打率ファースト楽天鈴木大地、元ロッテ。セカンド楽天山崎剛、チャンスを生かせ。サードロッテ安田、下位打線集みます。ショート西武源田、グップレーグッパーティー。レフト日本ハム近藤、北の安打製造機、今シーズン初めて言いました。センター日本ハム浅間、シュアな打撃継続中。ライトオリックス杉本、ラオウ、吉田がいない分頑張れ。 DH 西武栗山巧、2000安打おめでとう。特別賞あります。ソフトバンクリチャード、2ホーマー、しかも満塁ホームランを含む。ロッテ増田、30セーブ。ロッテ三馬、省エネ投球、先発で帰ってきて安定したかな。さあ続いてセ・リーグピッチャー巨人菅野、復活か。キャッチャー広島坂倉、隠れ首位打者。ファースト阪神マルテ、復帰してから戦力拡大。セカンド広島菊池、3割目前。サード阪神大山、復活したらとんでもないことをやりまくる、サヨナラホームラン。ショート阪神中野、悪球打ちで貴重なスリーベース。レフト DeNA 佐野、キャプテン。センター DeNA 熊原、元気印。ライト広島鈴木誠也、3連発。特別賞あります。中日大野、無援護続けと頑張れ。巨人岡本、ホームランキング。中日高橋周平、復活か。中日福留、まだまだ元気ね。今回ちょっと特別賞多めでしたけどね、ちょっと頑張った選手がね多いっていうところでねお送りしましたけど、さあ火曜日からね阪神ヤクルト、ここヤクルトもう踏ん張り時ね、なんとか頑張っていかないと、もう首位ね争いから落ちていきますよってねいうところと、まあ広島中日 DeNA 巨人ね、巨人ここで DeNA ね落とせない、まあちょ天気がどうなのかっていうところはありますけどね。あとパリーグはオリックスロッテの首位攻防戦、今ゲーム差なし、一応勝率でね1位ロッテっていうところですけども、多分宮城が投げてくると思いますけども、吉田がいない打線がどうなるのか、頓宮が打つのか、モヤが打つのかね。ロッテは打線が好調というところでね、先発石川が復帰っていうところもありますけども、どんな試合になるのか。楽天は最下位日本ハムに落とせない。西武ソフトバンク、西武はここでもう落としたらちょっと A クラスから脱落しちゃうよとね、どうなるのか、今週も見逃せませんね。皆さん月曜日の総チェックを見てくださいよ。しかも金曜日の総チェックを見てくださいよ。金曜日どうしたんですか。里崎は修行ですから、これからも続けますから、皆さんお楽しみに。今週のプロ野球も要チェック。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。